今家族で今日土曜日で仕事、雨で仕事休みなので福島県のいわき市の石炭化石館に遊びに来てんですけど、この D51946 すごいなこれ。来館記念の写真も撮れるんだ。かっけえなー、こんなのでさ。あーすごいな、男のロマンですね。機関車はこっから登ってけんだ。鉄車に、板場で見てたんじゃないですかこれ。あら、子供たち行っちゃった、子供たち行っちゃった。あーでかー、車輪がでかー。維持するのも大変ですね、鉄の塊だから錆びるから。これで連結したんですね、ここで、ここからガーッとここまで、これもこっからガーッとここまで。車輪1メートルぐらいあるんじゃないですか。1メートルで効かねえよな、これ。4個あるから D なんじゃないですかね、タイヤが4つだから D。 あんま機関車詳しくないから、タイヤが3つだと C じゃないですかね。やっぱ塗装できないとこが腐ってますね。ほら、いやー、うわ、バネばっかだな、板バネみたいなの。こんな間近で機関車見れるのはあんまないんじゃないですかね。ペットボトル捨ててあんな誰か、ジュース。もう草生えてますよ、もう中川の方は。登らないでくださいって。ここがここから登るところがあるんですね。かっこいいな。おお、バネ、バルブがありますね。一時これ盗む人いましたよね、どっかでありましたよね、福島県で。真鍮がなんかのプレート、寒っ。機関車の屋根には登っちゃダメなんですって。これが石炭入りなのかな、よくあんま分かんないですね、詳しくは。あ、ガラス割った、誰か。なんかしょんべんしょんがちょっと、まあ、すごいな、伝わりますかね、この凄さ。給水ポンプ、暖房、送風、給炭、圧縮、発、なんとか。すごい。更新、石膏所。こんなのいいか。圧力計。みんな圧力計か。どういう構造なんで、ここで燃やすんですかね、機関車。押しスイッチ、いい加減にしとくか、そろそろ家族と合流するか。屋根は穴開いちゃってるとこもありますね、腐って。
宮校長生だそうです。昭和33年。機関車の屋根には登っちゃダメなんだ。登る人いいんですかね、こんな上に。よし、石炭化石が行くか。行くかい。すごいでっかいでしょ、タイヤ。すごいでっかい。どこに隠れるんだって。D51 って日本に何台ぐらい残ってんですかね。 D51 すごいでしょ。お、動かせる？動かないか、バルブは。あ、いいやつ見つけたね。これ汽笛？違うか。何それ？今もう回ってるじゃない？転んじゃうから走らない、走らない、滑るよ。あ、これメーター動いてる。ほら、子供たちには良い遊び場になってますね。良い遊び場になってます。あ、 D51 昭和19年川車、川車どういう意味なんだろうね、これ。積み食う。ああ、ダメダメ、もう一人ではダメ。行こう。いやだ。もう少し遊ぶ。ここはダメだよ。さっきママに怒られたでしょ。寒いね。行こう。行かない？行く。行こう。ママのとこ行こう。最後ですね。ゆっくり行きなよ。滑るから。おお、ゆっくりゆっくり。威圧感ありますね。すごい大きい。